の、スライスパッシングショットがこちら。Oh, so sneaky. This is Federer's instinct, the natural feeling he knew that. What? Well, no need to clean the lines. This was a real. Oh, good was that. Federer のスライス本当憧れるわ。クロスに打つように見えるなぁ。とてもストレートに抜いてくるようには見えない。フェデラーは全部のショットがトップクラスだけど、スライスはバーティのように世界一位確定だと思う。フェデラー氏が簡単そうにやっているからといって、それ以外の人も簡単にできるかどうかわからない。最近めっきり見なくなったけど、スライスのパッチングはかっこいい。フェデラーのバックハンドは世界一美しい。えぐい角度をえぐい角度で返されたらもう見とれるしかない。ライジングスライスは切れるのだがコントロールが難しい。ボールの回転数の世界一位はラファのスピンじゃなくてロジャーのスライス。かなり振り下ろしてる。ドロップに見せかけて伸びるスライス、やつは芸術的。スライスでポイントなかなか。フェデラーのスライス目指すなら、前腕バッキバキにせんとなぁ。フェデラーはすごいけど参考にならんわ。